こんにちは、ランドアーズの森です。本日の物件はこちら。家に帰ってすぐに手洗いうがいができる1階の洗面室。外出先からお風呂に直行できるのが魅力的です。2階は LDK と洋室が続き間になっていて、合計 21.6 畳の大空間としてご利用いただけます。そしてなんといっても3階のバルコニー、間取り図からもその大きさが伺えます。一体どのぐらいの広さなのか、ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。はい、では行きましょう。本日も3階建てですね、新築の一戸建てをご紹介させていただきます。まず玄関入りまして、左手にですね、このような、いわゆるコの字型と呼ばれるですね、タイプのシューズボックスがございます。はい、こちらはですね、かなり収納スペースございますので、上から下までですね、ゾーンとご利用いただければと思います。はい、では、一段上りまして、家の中入っていきたいと思います。まずですね、こちらの通路を行きますと、こちらおトイレですね。はい、ガチャッと開けますと、このようなですね、はい、クロスをちょっと張り替えてありますので、なかなかシックな、雰囲気の、おトイレが、出現しました。イナックさんの、シャワートイレですね。こちら手洗い機一体型のものがついております。はい、そして1階の部屋ですね、5.2 畳でございますけれども、非常に明るいですね。3階建ての1階っていうのは結構暗くなりがちなんですけども、非常に明るいお部屋となっております。はい、収納もこのようにですね、ハンガーパイプがかかったクローゼットとなっております。はい、お部屋の全景こんな感じでございます。1階にですね、こちら水回りがあるタイプでございます。こちらの洗面化粧台ですねがございまして、洗濯置き場がございます。まあ、家に帰ってきてね、すぐ手洗いうがいができるタイプの、プランとなっております。そして、こちらがですね、TOTO のサザナというですね、シリーズでございますけれども、ユニットバスが設置されております。はい、何やら、説明書きがございますね。はい、お掃除楽々ほっから理由か、ということでですね、スリッパを脱いで、ぜひご体感くださいということで、ちょっと乗ってみたいと思います。あ、なるほど、足の、裏がですね、ファッと柔らかい、感触に包まれるというようなタイプでございます。詳しくはね、右上のテロップをご覧いただければと思います。はい、こういった小窓もね、しっかり設けておりますということでございます。こちらをね、階段の下に、しっかりとこういう窓を設けております。はい、それでは2階の方行きたいと思います。はい、2階に到着しました。まず階段の踊り場がございまして、それぞれね、今開けてますけど、それぞれ扉がございます。じゃあ、まあ左の方の LDK から行きましょうか。はい、こちらですね、キッチンがございまして、右手見ていただくと、リビングダイニングと、なかなかいい雰囲気のね、LDK かなと思います。じゃあキッチンの方から行きましょうか。はい、まずキッチンのですね、後ろにですね、このような収納スペースがございます。はい、こちら開けてみますと、なるほど、上から下までズドーンとですね、はい、高さを変えていただける棚ですね、可動ドラがついているタイプの、収納となっております。こちらパントリーとしてですね、ぜひご活用いただければと思います。はい、でキッチンの後ろ、これなんか非常に広い気がしますが、作業スペース十分といったところでしょうか。カップボードを置いていただいて、冷蔵庫を置いていただくことになります。縦売りの場合ですね、ここに何も置いてないので結構広いなと、思っててもですね、実際に使ってみると案外狭いやんっていうこともありますので、ここの辺はですね、まあ大体両手がね、広げられるぐらいのスペースがあるといいんじゃないかと思います。はい、キッチンはこのようなカウンターキッチンとなっておりまして、こちらクイナップさんの、商品ですね。食洗機もしっかりついているタイプでございます。はい、レンジフードも、シュッとしたタイプですね。まあ、昔のちょっとやぼったやつとちょっと違いますので、今時でいいんじゃないかと思います。こちらの水栓はシャワー水栓で、さしたこう伸びるタイプですね。はい、この中にですね、浄水カートリッジ入れていただいて、浄水機能も、設置することができますということです。はい、こちらがリモコン関係ですね。はい、こちら、お風呂ですね。これはまあ電気のスイッチ、そして、これが、モニター付きのインターホンですね。そしてこちらよく聞かれるんですけど、これは、あれですね、床暖房のスイッチとなっております。はい、こちら今ご覧いただいているリビング空間については、床暖房が設置されておりますので、冬でも、ポカポカ暖かということでございます。はい、
ダイニング、リビング非常に空間が広く設定されておりますので、今まあモデル家具が置いてありますけども、もっと大きなテーブルを置いていただいても十分ご利用いただけそうな空間となっております。はい、非常にね、自然の光が入ってきておりますので、かなり過ごしやすそうな、リビングですね。はい、そして、リビングの横に、このようなスペースですね、まあ、スペースというか、お部屋でございますけど、まあ、4畳半の、お部屋がございます。まあ、小さいお子さんとかですね、こちらで、まあ、子供部屋として、ご利用いただいたりですね、することもできるかなと思います。そして、こちらの日当たりのいいバルコニーですね、2階に、ございます。まあ、後で3階も、撮影しますけども、3階にも、こちらございますので、はい、こちらが、収納となっております。ハンガーパイプ付きの収納ですね、クローゼットとしてご利用ください。はい、でこの部屋だけですね、こういった、床材を、少し変えてあります。これ何でしょう、ヘリボーン調っていうんですかね、なかなかちょっと、一風変わった、スタイルとなっておりますので、ちょっと、空間のメリハリが、あって、まあ、利用用途を分けていただくには非常にいいんじゃないかと思います。でこちら、リビングにも出られますし、そのまま、こちらの階段スペースに出ることができるというタイプでございます。はい、そしてこの階段に、おトイレですね、1階にもございましたけど2階にも、おトイレがございます。はい、こちら、上にあのような収納棚がついているタイプですね、こちらも、洗面器一体型の、タイプシャワートイレとなっております。では3階の方行きましょう。はい、3階に到着しました。どちらから行きましょうかね。じゃあ、まあ、こちらの通路、はい、ここにまず一つ収納がございます。はい、思ったより深いですね。はい、非常に使い勝手の良さそうな、可動棚がついた収納がございます。こういったね、共用収納、誰でもが使える、収納というのは非常に、お住まいいただいてから、便利なんじゃないかと思います。はい、こちら6畳のお部屋でございますけれども、はい、このように非常に明るいお部屋となっております。こちら収納スペースでございますけれども、はい、ハンガーパイプ付きのクローゼットとなっております。はい、じゃあ最後のお部屋に行きたいと思います。はい、こちらですね、7畳のお部屋となっております。アクセントクロスがね、しっかりと効いておりますので、なかなか空間として、閉まった雰囲気でいいんじゃないかと思います。そしてこちらにはですね、ウォークインクローゼットですね。はい、おお、これ右左そして奥、すべてハンガーパイプがあるような、かなり大きめの、ウォークインクローゼットなっております。まあ、これだけあればですね、かなりの、ボリューム、収納していただけるんじゃないかと思います。そして、こちらの物件の、まあ、一つの見どころですかね。はい、かなり大きな、バルコニーが設置されております。はい、ご覧いただいている通りですね、非常に日当たりが良くてですね、もう洗濯のバリバリ乾きそうですね。はい、そして嬉しいことに、このような水洗もついておりますので、こちらのバルコニーの清掃とかですね、また、小さいお子さんがいる時のこうビニールプールなんかですね、こちらで楽しんでいただくことができそうです。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。こちらの物件、それぞれのお部屋がすっごい明るくて、家族みんなが明るく過ごしそうな雰囲気を感じました。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。このチャンネルではわざわざ物件を見に行かなくても雰囲気がわかるような動画を公開しています。皆様の参考になれば嬉しいですし、チャンネル登録や高評価をいただけるとなお嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。